どうもこんにちは。はい、どうも、部屋長、部屋っ子チャンネルのまた部屋っ子がいないバージョン。部屋っ子いないですね、うん、いつもいない。一応部屋孫が今日来てるんですけど、うん、部屋っ子ちょっと今日欠席っていうことなんです。部屋孫ね、部屋孫久々だな。部屋孫久々ですね。今日なんですけど、うん、このすごいなんか倉庫ばっかのとこに僕ちょっと連れてこられて、浦安のね、浦安の倉庫街、もうなんか喧嘩があるんじゃないかっていうぐらいの倉庫街、ね、荷物をやっぱこう運び出すみたいなあるよね。密輸のやつね。あれ、それそれ、うん、もうそんな感じのところにちょっとポツンとサッカー場がある感じなんですけど、今日はなんかどういったことをやってるんですか。今日はね、本当1年に1回の、まあ、TikTok って、まあ前はねメディアゴルって言ったんだけど、 TikTok カップっていうのがあって、もうね本当にね、俺がね、本当13年スペインで関わってて一番レベルの高い大会、子供ので、そのカテゴリーは U11 と U10 の大会、うん、もう小学校、ね、日本で言うと日本、小学校5年生と4年生の大会、大会がもうめちゃくちゃレベル高くて、スペインも国内予選があってスペインの全国大会みたいになっていて、なおかつヨーロッパから招待されてるパリ・サンジェルマンとかバイエルミュンヘンとか、まあ、その何ドルトムントとか、うん、まあ、あのアヤックスとかヨーロッパ近郊とかヨーロッパ内でも来る、強いチームは来る、もうミニチャンピオンズリーグ。でこの間あの僕と部屋長と部屋っ子で行ったスペインあるじゃないですか、うん、あそこで試合やってたじゃないですか、子供たちが、うんうん、あれよりレベル高いですか。あの子たちだから、そのあそこの U11 と U10 のバルセロナが出てくる、 FC バルセロナ、あ、なるほど。あと、まあね、レアル・マドリードとか。あ、ってことはあそこと対決できるってことですか、うん、このセレクションに受かったら。過去ね3回出てます。3回行ってるかと。え、なんかトーナメントなんですか。トーナメント、リーグ戦 で決勝トーナメント、下位トーナメント で、まあ本当にね、初年度はねありがたいことにね、バルサと開幕戦0-8、強いな。その後ビジャレアルに0-6、そしてベティスに0-6。まあそういうのはまあいわゆる完敗ってことですね。完敗、うん、じゃあそれ今回力入れなきゃいけないじゃないですかね、やっぱ、うん、いやもう勝ちたい、勝ちたいんだけど、いやコンセプトは勝ちたいんで、本当一番レベル高い大会だから本当にもう狭き門で、うん、ここはね狭き門の選手が連れてくるんだけど、うん、厳選してね、なんだけどレベルもそうなんだけど、コンセプトにグローバルな人材育成あるね。サッカーを通じて世界に羽ばたいてほしい、そして言語を学んでほしい、まあ、そこが一番ですよね。まあまあでも一番もう見応えのある大会だと思う。で今回なんですけど、部屋子が今いないじゃないですか、うん、ってことは部屋長が監督やられてるってことなんですか、うん、団長。部屋長はいつにじゃなくてもどこ行っても団長、団長、うん、あの部屋子じゃないけど監督がいるから。あ、監督、別の監督が。現場はプロに任せた方がいい。やっぱ、うん、じゃあここからじゃあセレクションっていうことで何人ぐらい絞るんですか。10人の中の12人とか11人とか、うん、7人制なんで。あ、なるほど。でも本当みんな行きたいって言ってくれてるんだけど、本当そこは厳しいもん通過して選ばれたものが行くってことで。なるほど。1年に1回だけね、それは本当にトップトップ。じゃあ今回じゃあ結構大事なセレクションってことなんですか。めちゃくちゃ大事。優秀な、人たちがみんな揃ってると。そうだね、まあ、優秀だと思う。なるほどね。TikTok の U10 の監督の広瀬君です。広瀬は初めまして。行ったところ通常秀。広瀬は秀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあの部屋っ子よりいい感じがします。やっぱ部屋っ子よりね。で奥にいるのがこのセレクション牛耳ってもらってるマルバンの横手コーチ。いや、なんかいい言葉が出てこない。よろしくお願いします。通称横。じゃあこのセレクション一番縦でもない横。斜めでもない。あ、それ見た。うん。どういうセレクションにしたいとかありますか。まあ、コロナもちょっとずつ落ち着いてきて、やっぱりこう前はやっぱり当たり前に行けてた海外なんですけど、そこは少しずつまああのまた回復してきてるんで、またやっぱりこう子どもたちの、まあ、目指すというか、もう本場のやっぱりこう
そのサッカーっていうのを味わってもらいたいなっていう、はい、可能性もあるセレクションです、ね、いやもう本当ぜひそうなってもらいたいんですけど、うん、僕は2回行かせていただいてるんですけど、まあ、現地で見てきたのがあるので、そこでじゃあいかに戦えるか、まあ、守備の時間が多くなるんですけど、そこで頑張れる選手をここでチョイスしていきたいなと思ってます。なるほど。なんかざっと見てこういう選手いいなっていうのは何かいました？います。あの直輔さんと横にお話しして、はい、あの少しずつ選別はできております。あ、はい、なるほど。部屋長何人かいました？いるに決まってんじゃん。大体分かってる。本当ですか？代表クラスいるね。あとこれね、エクスクルーシブ、これこれこれ、はい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 、これは架空のチームだから、うちの会社の名前なんだけど、エクスクルーシブって、はい、だけど海外に出た時の架空のチーム、選抜のチームっていろいろと大変じゃん、なんとかジャパン、うんうん、みんなね、そういうのをやだ、難しくするしないようにもうエクスクルーシブって出てる。あ、なるほど。じゃこのブランドが有名になるように、これね、この雰囲気結構レベル高いと思いますけど、小4ですよね。そう、小4。あ、来た来た。いいかもね。